皆さんこんにちは。昨夜の絵本読み聞かせに来てくれてどうもありがとう。今日皆さんに聞いていただくのは恋の物語です。あ、ちなみにこの絵本はあれです、フィクションであり実際の人物団体事件などとは一切関係ありませんので、変な憶測で妄想したり勝手に解散した、うん、それでは始まり始まり、桃子は小文字見てピーマペイペイ、もっとずっとキュッとレイジレイジ、今すぐよりさGood night.
題で構成します。おしまい、おしまい。